I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. I bought the car my junior year. 皆さん、こんばんは。スナックフルールともチャンネル、ともちゃんママです。いつもご覧いただきありがとうございます。そして今日もお疲れ様でした。今日もスナックママ直伝ガチモテ講座始めたいと思います。今日は第8回目。今日お伝えしたいのは、的外れな褒め方をしないっていうことをお伝えしたいと思います。的外れな褒め方をしないイコールやっぱり気遣いができてないっていうことだと思うんですけど、なんていうのかな、何でも褒めればいいっていうわけじゃなくて、例えばなんだろうな、じゃあ料理がね、料理を振る舞ってくれて、ああありがとう、めちゃくちゃ美味しいねこれって言ったら、ああそうそう、それ今日はそこで買ってきたのよねみたいなよくそのコントみたいなんでオチみたいな、すごい渾身の心を込めて褒めたらそういうオチがあったりとか、あれ髪型なんか変わった、なんか雰囲気違うねみたいなって言ったら、いや何にもしてないけどって言われたりとか、それってさ、やっぱり見てないから出ちゃうことじゃないですか。うん、だからいつもこうアンテナを張って、そのいつも見て、いつも感じて、だちゃんと前にも言ったけど脳トレをしながら、いつもこう脳を活動させて、いつもアンテナを張っていてもらいたいなと思います。で、努力してる、じゃ例えばさっきも言ったあのお料理をね、すごい努力して頑張ってる女性がいます。で、なんていうの、で努力するってやっぱ勉強したりとか、それ自分なりの工夫をしたりとかしながら作ると思うんですけど、そこになんか、なんていうの、変な褒め方うん、それってやっぱ逆効果になってしまうんですよねそうそう、まあ、さっきも言ったその何も変えてないのに急に褒めてきたりとか、とこういう効果が現れたいと思っててやってるのに全然違うところで褒めてきたりとか、それって、ああこの人全然見てくれてないんだなとか、全然汲み取ってくんないなとか、それってやっぱダメですよね。うん、その褒めるにもコツじゃないね、お気遣いが必要だと思います。うん、何でもかんでも褒めればいいわけじゃなくて、でその褒めを押し付けてくれる人もいるんですよ。別にじゃあ可愛いねとか別に言ってもらいたくないのに、いや絶対に可愛いとか言ってありがとうって困るっていうねとかさ、うん、なんかその人が欲してる言葉が欲しいじゃないですか。うん、だから褒める時もちょっと気をつけて褒めてあげてもらいたいな。じゃ例えばね、私結構ふくよかなんですけど、で私はふくよかなことを出したいわけ、痩せたいのに、例えばよ、
いや僕はふくよかな女性が好きです、だから素敵ですって、そのままでいいよって言ってくれるのは嬉しいんだけどもね。けど私の目標は痩せたいだからありがとうで、そこで戸惑うわけ。え、痩せちゃダメなのかなってえ、これ努力しちゃダメなのみたいな、努力なんかこう不安にさせるっていうかそういうのって違うでしょ私はね、その仕事上皆さんに受け入れてもらうのが、まあ、仕事みたいなものなので、あ、そういう風に考えてくれてるんだってこう素直に受け入れるんですけど、普通の一般のって言うとおかしいけど、普通の女性は、なんで私痩せようと今ジムも通ってエステも行ってんのにとか思っちゃうかもしれないでしょ。だからその褒め方も的外れでないように、まあリサーチなのかな、をしてこのアンテナを張って褒めてあげてください。そんな風にできるようになったら、もうモテへの階段を登ってます。はい努力していきましょう。私も頑張ります。はい、さて今日もここまでで終わりたいと思います。一つずつ、少しずつ少しずつお伝えしていこうと思うので、で一つの項目、私結構長くお話しするので、実例とかを挙げながら、なのでこうチャンネル登録をしていただいて毎日少しずつ見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。今日は一日どんな一日だったでしょうか。今日も本当にお疲れ様でした。また明日も大変な一日になると思いますが、頑張ってください。少し早いんですが、おやすみなさい。また明日。Take my hand and see Manhattan never looked so pretty. Travel light and see the world right. You'll never know if you never go. So run away with me and say hello to New York City.